ラスティングス・ミレッジ、ラスティングス・ダーネル・ミレッジ、ラスティングス・ダーネル・ミリッジ、1985年4月5日帯はアメリカ合衆国フロリダ州出身のプロ野球選手、外野手。ミレッジの父と兄もプロ野球経験者という野球一家に生まれ育ちと2年連続で全米高校代表チーム外野手に選出されるなどアマチュア時代から注目を浴びた。 2003年6月3日、ニューヨークメッツから1巡目、全体12位でドラフト指名を受け、8月19日契約が成立し、プロ入り。この年からルーキー級でプレーを始めた、7試合出場。A 級と A 級通算で87試合打率、315出塁率36、363アップス90、908.26盗塁を記録した。は A+9 と AAQ 通算で110試合打率318出塁率388アップス837.29盗塁とさらなる成長を遂げ7月10日フューチャーズゲームに出場オフのウィンターリーグではアリゾナフォールリーグのオールプロスペクトチームに選出されるなどマイナーにおいて着実にキャリアを積み重ねる がトリプル A 級に昇格する。4月23日には、インターナショナルリーグの週間 MVP を受賞するなど、春先から、好調さをアピールすると、5月30日に、メジャー初昇格を果たす。アリゾナダイヤモンドバックス戦において8番、右翼手として、即、スタメン起用され、初安打となるレフトへの二塁打を放った。6月4日のサンフランシスコジャイアンツ戦では、 初本塁打を放った守りについた際に、ファンとハイタッチを交わし、試合終了前の気候に、チームメイトや首脳陣から注意を受けた。若いマクロースター入りを果たすが、わずか3打席で、マイナー合格を命じられ、最小格まで3ヶ月も費やしたが、7月12日以降は、メジャーに定着、オールスター後は打率、276、出塁率、 347アップス800と結果を出した。2007年11月30日に、ブライアン・シュナイダー、ライアン・チャーチとの1対2のトレードが成立し、ワシントン・ナショナルズに移籍。1月11日に1年間の契約延長が成立した。前半戦は打率245と低調だったが、後半戦は、 打撃コーチのレニー・ハリスと逆方向への打撃練習に取り組み打率299を残す。7月にジョエル・ファンラ・ラハンと共にナイジャー、モーガン、ショーン・バーネットとのトレードでピッツバーグ・パイレーツに移籍。12月2日、ノンテンダー FA となる。1月3日にシカゴ・ホワイトソックスとマイナー契約を結ぶ。開幕メジャー入りしたが4月17日に リーフとなりトリプル A 級シャーロットに降格。シャーロットでは123試合の出場で打率。293、12本塁打。アップス、801、27盗塁を残した。オフには、ベネズエラのウィンターリーグに参加。2011年12月26日、東京ヤクルトスワローズと1年契約を結んだ。背番号は、ミレジ本人の希望で85。 日本では、慣例的にコーチ番号となった。日本の現役選手としては、異例の背番号で、外野守備総類コーチの飯田哲也から譲ってもらった。なお、スワローズの現役選手で、背番号85をつけるのは1979年の野村勝明、ら、1980年の高泉、秀貴来三人目となった。2は公式戦の開幕当初に3番を任されたが、 目立った活躍はできなかった。ところが、上田武史の離脱やルーキーヒアコン渡るの、経験不足から一番を任されると急激に調子を上げ、メジャーに移籍した青木聖子矢の穴を埋めるリードオフマンとして活躍する。だが、シーズン終盤には4番の畠山和弘が怪我で離脱し、これ以降は畠山の代わりの4番バッターとして、チームを牽引し、チーム浮上のキーマンとなった。 が、9月16日の横浜 DNA ベイスターズ、戦にて、走塁の際に足を滑らせ両手をついた時に、左肩を痛め登録抹消となった。シーズン通算では打率、300、リーグ5位、本塁打21、リーグ4位、打点65、リーグ5位、アップス、865という好成績を記録した。12月15日には、 推定年俸110万ドルで3年契約を締結。この契約には、ミレッジと球団の双方が希望した場合にのみ、契約期間を2016年まで延長するという条件がついていた。2は、前年ほど、打撃の調子が上がらないまま8月8日の対、中日ドラゴンズ戦、名古屋ドームで守備中に、左足首人帯を断裂した。 翌9日に出場選手登録を抹消されると、そのままシーズンを終えた。なお、一軍公式戦では、通算96試合に出場し打率、251、16本塁打、49打点という内容で、いずれも前年の成績を下回った。2は一軍監督の小川厚が、裏切ミール・バレンティンを3番に据える構想を立てた関係で、 公式戦の開幕から4番に座った。しかし、調子が上がらなかったため、すぐに3番へ復帰した。さらにクローザーであるトニー・バーネットの戦線離脱や、中継ぎ要員として加入したばかりのクリス・カーペンターの、不審で1軍9エンジンの補強が、急務になった。このため、小川監督はカーペンターをクローザーに回す一方で、開幕から2軍で調整していた投手の、 オーランドロマンを4月12日に出場選手として登録した。また、先発陣の一角を担う、サワン投手のクリス・ナーブソンと4番打者のバレンティンを1軍に残したため、ミレッジも NPB の1軍公式戦へ同時に出場できる外国人選手数の制限、最大4名との兼名で2軍に降格した。さらに、5月20日に、右肩の関節唇損傷で手術を受けたため、 2年続けて長期の戦線離脱を余儀なくされた。NPB の1軍公式戦には10試合の出場で1本塁打にとどまったが、シーズン終了後にはベネズエラのウィンターリーグであるリーガベネソラーナでベースボールプロフェッショナルのブラボスでマルガリータに参加している。2は前年に受けた手術の影響で春季キャンプでは他の選手とは別のメニューで調整し、 公式戦の開幕を一軍で迎えたが出場を予定していた3月31日の大半新戦の開始直前に右肩へ違和感を訴えて場を回避した。しかし検査の結果、右肩康過筋の肉離れと診断されたため出場選手登録を抹消された。5月19日の対横浜 DNA ベイスターズ戦いずれも神宮球場で一軍に復帰し、 同月23日の体関東洋カープ戦、松田スタジアムに左翼手としてスタメンに出場したが、4回裏の守備で、そよぎ栄ンが放った左中間への打球を追ったところ、ミレッジは中堅手の幽閉と交錯した、記録は編んだ。ミレッジは倒れ込んだまま起き上がれなかったため、単架でベンチ裏へ運ばれた末に交代した。さらに交代後の検査で、右前頭部打撲と診断されたため、 再び戦線を離脱した。8月22日に一軍へ復帰したが、一軍公式戦には通算24試合の出場で2年続けて1、本塁打に終わった。なお、チームが14年振りのセントラルリーグ優勝で迎えた、ポストシーズンの試合には出場していない。シーズン終了後の12月24日に NPB から自由契約選手として公示された。 2016年は、所属球団はなく、2017年1月24日に、独立リーグアトランティックリーグのランカスター、バーンストーマーズと契約した。現在は、フロリダ州で野球塾を2校運営している。ベースボールアメリカ市の有望株リストで2004年版86位、2005年版11位、2006年版9位にランクされた未完の待機。 メジャーで3割30本も可能なポテンシャルを備え、463フィート、約141メートルの本塁打を放ったこともある。パワーとラインドライブを広角に打てる打撃センスを誇り、右打者ながら一塁等立つ4.1秒台を記録するスピードも持ち味とする。広い守備範囲も持ち味とし、左翼手ではメジャー通算のザー2.9、DRS3 を誇ったが、 中堅種と抑守では平均を大きく下回った。リーグを代表するもツールプレイヤーにもなりうるとの声がある一方、ミレジは素行に問題があり、高校時代には不純異性交友で奉公、メッツ時代は友人の歌手と共に放送禁止用5万歳の C を発表したり、2010年のウィンターリーグではオスカー・サラサーと乱闘騒ぎと問題行動が多かったが、 ヤクルト時代の2012年以降は口実の通り、審判の暴言などで、たびたび退場処分を受けているものの、2012年シーズンに10連敗を喫した後初勝利となった試合でのヒーローインタビューではファンへの申し訳ない気持ちと、連敗を止めたことを一緒にお祝いしたいというファンへの思いを口するなど、真面目で大きなトラブルは起こしていない。パイレーツ時代は、根強い人気を誇り、 PNC パークの左翼席には、ミレッジピープルという施設応援団が作られた。ヤクルトでは、顔が、ヤクルトファンであるタレントの出川哲郎に似ていることから、チームメイトからは、てっちゃんというニックネームで呼ばれているという。出川本人も、ヤクルトファンなので、めちゃ嬉しいです。問題児なところも僕に似ているので、頑張ってほしいですと、ミレッジにコメントを寄せている。 ヤクルトでチームメイトだったバレンティンとは大の仲良しで、お互いに尊敬し、プレーに刺激を与える関係となっている。2014年1月に、幼馴染みで、元バスケットボール選手のディプリー・ボーデンと結婚した。ミレッジは2012年に2度の退場歴がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。